西武ドームです。テレビをご覧の皆さん、こんにちは。埼玉西武ライオンズ対阪神タイガース、その試合の模様をご覧いただきます。解説席には達川二郎さん、黒木智博さん、このお二方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしていつもコメントを届けてくれるのがこの二人。はい、私たちがホームランやピッチングの談話を聞いてまいります。頑張ります。はい、どうもよろしくお願いします。さあ、まもなく熱戦の火蓋が切って落とされます。このゲームの先発ピッチャー塩崎、大子打線に対してどんなピッチングを見せるんでしょうか。1回の表、タイガースの攻撃、そしてこの回の先頭、鳥谷、左のボックスです。最初の1球、初球は手を出しません。ワンストライクです。マウンドは先発ピッチャー塩崎。このボールはどうか。膝元へ決めてきました。これは厳しいコース、決まっています。鳥谷、このシーズン打った。これはピッチャー正面、ピッチャー取りました。一塁、これは余裕でアウト。次のバッター、最初のボールを決めました。ワンストライクノーボール。平野、来シーズンでちょうど10年目を迎えます。2球目です。外、外れてボール。ボールカウント1エンド1。この回は1アウトになっています。3球目、キレのある変化球。ワンストライク2ボール。さあ、タイガース、今日のゲームはどうでしょうか。ストレートを持ってきました。平行カウント2エンド2。まずは1アウトを取っています。次が5球目、変化球上がった、右へ。これでアウトが2つ。打順は次に変わります。マート、右のバッターボックスです。初球変化球、空振りです。ボールカウントワンストライク。この回まず2アウトを取っています。外のボール、さあ追い込みました。2アウトになっています。この変化球は外れています。この球は外れています。先頭打者は内野ゴロ。その後はファウルフライに終わらせました。バッターよく見ています。低めを丁寧に攻めています。さあ5球目、これも上げてしまった。高い打球になりました。取りました。3アウトチェンジ。1回の表が終了。タイガース3人で攻撃を終了しています。